るし、唐揚げと、わー、卵焼き大好き。どっちもサンドだ。え、全然食べれそうだよ。ほんま？うん。ペン？ペンはイチゴとか食べようね。ね、美味しい。こんな感じで。うん。持ってきました。やったー。ペン、待って。お座り。ペン、お座りして。ペン、はい、イチゴ。かじれる？かじれるかな？硬いね。いただきます。卵食べていい？うん、うまちょうどいい。まだトロトロで何、うん、うま、出汁の味。関西は砂糖入れんね。入れへん。でもうちの砂糖入ってたよ、うちの実家。何、うん、サンドイッチ作ってくれたよ。何サンドが？卵とツナとレタス。行ってくるわ。トイレ行ってから。レンちゃん。夜なんかお弁当のおかずを買いに行ってミートボール入れたかったっていうか、うんうん、お弁当にはもう絶対ミートボールやろって思って。うんうん、ミートボールはね。なかったよ。あ、そうなんだ。え、やっぱ今日ピクニックする人多いから売り切れとか。いや、なんかそう焼きの方、焼きなんか焼きの方がワイルド系。いきなり唐揚げ、うん、いきなり唐揚げ、いきなり唐揚げ、立川店、うん、なんか木を見ながら食べてると、あれ食べてるみたいな。好きなおかずランキング1位何？あ、おかず、え、お弁当に入ってたら、うん、1位じゃじゃん、じゃじゃん、卵焼き。あ、1位か。卵焼き大好き、うん、美味しいよね、うん、みゆは、うん、しそ巻き。おお。あ、しそ巻き忘れてた。いや、忘れてた。なんか今、なんか訳あって入れなかったのかなって思ったけど忘れてた。1位のくせに。第2位は、ミートボール。おお。でもシンプルに唐揚げかも。うーん、しかも私、冷凍唐揚げ結構好き。うん、おいしい。うん、パン。あ、ミーはエビグラタン。あ、あ、あ、ミートボールで、はい、3位はエビグラタン、うん、あの、占いついてるやつ、うんうんうん、あれがいい。もうあれさ、なんかまだ冷たみたいな時あるあるある。ちょっと早めのお弁当、それが嫌だ。小分けのフルーツ欲しい。小分けのフルーツ、うん、ちっちゃいカップに、はいはいはい、入れて持たせてほしい。ちょっとええとこの子がさ、うん、入ってるやつ。あ、そうそうそう。ソフトクリーム美味しそう。ソフトクリーム食べたい。もうめっちゃ食べたい、それ。みんなリツイート。リツイート。はい、リツイート。1リツイート。足めっちゃ痺れてる。あー、大丈夫、大丈夫。やばい。ちょっとずつ、ちょっとずつ分かる。そう、あ、ふくらはぎ。なんか鼻と口の中間にさ、なんかおる。鼻と口の中間。どこの？違う、奥の。あ、奥の？裏側の。ああ、物が入ったって。うんうん。残念。残念、無念。また来週。キャラ弁作った。え、この間さ、ジラーチ作ってん。あ、すごいじゃん。え、なんかあれみたい、あの、ちゃんとコラボカフェみたいやろ、うん、ジラーチカレー。うん、みゆの一番の対策はスプラトゥーン。え、めっちゃ可愛いじゃん。そぼろ丼。
そぼろのお弁当。スプラトゥーンの上にちょっとミッキーがいるのがどうしても許せないわ。マジ？これ許されないよ。マジで。やばい。喧嘩。これ喧嘩。ダメ。これコラボレーションやな。うん、ダメダメ。マリオとかの。任天堂系にしとかないと。確かに。そういう消される著作権。著作権でからキャラ弁対決しちゃう。ああ、いいじゃん。キャラクターの、うん、しかもなんか画像を見ずに、うん、自分の想像だけで、そうそう、あ、いいね、いいね、キャラクターを作るっていう、うん、オリキャラでもいい、オリキャラでもいい、もうこの際いいね、キャラ弁対決しか次またここあったら、うん、ここで対戦の地、対戦の地、うん、代々木とかでよくない入場料いるし、うん、代々木公園とかでよくない、なんかさ、LINE の名前がさ、漢字のフルネームの男は信用できるみたいな、そういうなんかであった、なんか書いてて、うん、浮気しないみたいな感じで、そうじゃん、フルネームちゃんと、うん、なんか頭文字だけとかさ、あー、例えばなんか一番嫌いなのは絵文字だけね、あー、わかる、あれ何？でもホストに多くない？偏見偏見すぎるホストと LINE 交換したことはないけど、しとく、PN とか、あーなんか、あタバ一番嫌なのタバコのやつだ、いやいやめっちゃ嫌やラインのところにさ、キープオンリーワンラン匂いも想像できる何の絵文字だったらまだ大丈夫、何の絵文字なら大丈夫かな、ナスビとかさ、なんかその人絶対に顔ナスビっぽい人じゃない、え、なんかチチューリップとかさ、かわいい系、女子っぽい、ね、漢字フルネームでタバコのマークはどう、やだやだ、あげくの果てには LINE、うん、の一言あるよ、うん、あそこに I love you 感じそれもネタ極めてるでしょ、みんなずっと言い続けてる偏見、もう一個言っていい、うん、好きなやつ、ガリガリこれは結構ガチ、グミ好きなやつってガリガリ、そうか、周りのグミ好き、確かにガリガリかも、だってこの世にある全ての甘いもののお菓子の中で自分はグミなんか選ばんから、うん、ってことはグミ好きなやつ、え、そうと思って、うん、グミ結構最近食べてんねんけど、うん、グミ分カロリー取ってるから太る一方グミなの、ね、確かにグミ好きな人ってグミ食べたらもう満足すんねん、多分ご飯とか、そうなんだ、あんまお腹空いてないとか、すごいすごい、言うんやと、私グミ全然好きじゃない、忍者飯とかさ、なんか掴んでるやつ、物は甘すぎ、そうなんだ、ポイフルとクレグミは割と好き、クレグミ美味しい、それはグミっていうかゼリーって感じだもんね、コーラ好きな人もガリガリ多い、あえデブはファンタマジこれはガチ、いやコーラ好きな人はデブがいると思う、ほんまに、うん、結構コーラは細いで、あまりにいないかな、グミの方が分かる、グミはもうガチやもん、うん、レインボーアイス、アイス、あ、全部つけていくんだ、そう、そういうことね、チョコ、あー、あ、取れない取れない、あ、ちょっと取って取って、ちょっと頑張るわ、うん、取って取って取って、あ、あれ、取れない、あ、あれなんでこんな伸びるんやろ、実は実は山芋が入ってます、違うよ、魔法です、山芋が入ってます、すごい、だとしたらスーパーフード、お、わ、あ
レインボー、美味しそう。イエーイ。はい、そのお金渡すときにさ、はいって、そういうのいらんから言われんじゃん。ノリ悪。うん、うん、はい、おい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 。どこ食べようかな。ミックス。ほい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 。これいい。甘、うまい。山芋 0.5 入っ絶対入ってないから。映え映えねえだろ絶対。いいな、子供になりたい。ね、私もこうやってはしゃぎたいよ。飛び跳ねたい、ね、うん。広すぎて、うん、何公園行くかみたいな。なんかガラスって書いてる。何？ザイク、ほら。何？ガラスザイク。何？何？フワちゃんや。ね、見て。お母さんの笑顔が見たい。お母さんの笑顔が見たい。母親の笑顔が見たい。ガラス細工がございましたね。ガラス細工がございました。さて、次のスポットはこちら。なんとここは今日は記念公園が作られた時にできた道です。そりゃそう、当たり前のことを当たり前のように言ってる。なんと今までたくさんの人が歩いてきたんですすごい特別感出して言うやん。この道の名称は、スタジオの皆さんお答えください。会場にお返しします。小さなお家。なんとここにはかの有名なあの偉人が住んでいたようです。まあ適当なこと適当な。その偉人とは一体。ここで問題です。その偉人は一体誰でしょう。スタジオの皆さんお答えください。スタジオのあのちゃん。あのちゃん、あのちゃん。アインシュタイン。アインシュタイン。正解は、そう、アインシュタイン。正解かい。わ、なんか焼き芋。あ、あのさ、壺、うん、で焼いてる焼き芋があんの。壺で焼いてる焼き芋、めっちゃ美味しいらしい。どういうこと。その2回繰り返した。だってそう書いてる。壺で焼いた美味しい焼き芋。本当だ、書いてある。めっちゃ美味しいらしい。壺焼き芋ってこと。あ、そうそう、壺やーってこと。つぼやつぼだよつぼだよ。桜の木、かの有名なマイクラの木がここに実在しております。ヨーロッパみたいな。ヨーロピアンでしょ。ヨーロピアンな感じの。ヨーロピアンピアン。これいっぱいつながってるの。なんで、ほら、撫でていいよ。ふわふわでしょ。そうだよ、ふわふわでしょ。びっくり。優しい。嬉しいって。嬉しいからこれです。うん、しっぽ振ってるよ。なんか自然でよく触ったらしっぽ振る。ね、気持ちいいじゃない。ありがとう。まあまあ上に乗んな乗んな乗るんじゃねえよ。上に乗んな乗るんじゃねえ。なんかちょっと酔っ払いとか解放してくれそうなんか、うん。おいおい、お前家はどこだよって言ったやん。ちょっと目がねギラついてるからね。そうそう、なんか入社当初はすごいやる気あるけど、うん、なんか入社し、そうだな、3
3ヶ月ぐらい経ったなんか結構営業マンみたいな結構、うん、しかもなんか無責任に頑張れとか言うタイプ結構追い詰めやつ人あ人も追い詰めてる方なんだ、うん、そうそう、うん、追い詰められてる顔してるけどねもうあんまり頑張れって言ってほしくない人に頑張れって言っちゃうああそれダメだねダメだぞうんでも可愛いです本当か公演どうだった楽しかったね楽しかったね今日ドクランの照明持ってきてないから入れなかったけど次はランシに来ようねね綺麗楽しかった昭和記念公演